にちょっとね捕まえていこうかなと思うんですけど、この3体いるかな、ザリガニに。やるしかねえな。結構こういうとこにいるんだよな。1月で結構浅いけど、ザリガニだから土の中に潜ってるんで、土ごとやっちゃえば多分取れると思うんだよ。結構浅い、水深はね20センチ、その辺が、その辺なんか10センチぐらいだけど、こういうとこ結構いるから。よいしょ、いねえかな、なんかザリガニが。よいしょ、ないな。よいしょ、あ、ここ深いぞ、30センチ、40センチぐらいある。寒っ。1月、日本の1月って一番寒いからね。めちゃめちゃ寒い。生命体がいないぞ。よいしょ。いないな。穴の中かな。穴の中多分いそうだな、あれ。おるよな、穴の中には。ああいうとこいると思うんだよ。よいしょ、よいしょ、穴の奥、奥。うっうっ、ザリガニ、巨大ザリガニ、でかザリガニ。まだおるかな、まだおるかな、まだおるかな。これやべえ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 。この辺にもいるかな。ザリガニおった。いないな。あそこの穴の中かな。あの奥におったからな。あそこだな。この穴の中だな。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。おるかな。よいしょ。奥の奥。奥。うわ、うわ、おった、おった。わ、逃げ逃げ。冬だから今冬眠してたんだ。だから動きがなんかゆっくりしてる。あれ？これ伊勢？ちょっと待って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 。これ伊勢エビか？え？ちょいちょいちょい。え？このため池に？え？ちょっとこれザリガニじゃん。巨大ザリガニだと思ったらこれ伊勢エビだ。というねことでした。はい、伊勢エビですねこれね。はい、すいません皆さん、ドッキリでした。はい、こんなとこにね
伊勢海老いませんから。買ってきましたこれね、すいません皆さん、本当に皆さんいつもご迷惑おかけしてますね。ドッキリです今日。はい、ドッキリでしたね。伊勢海老買ってきました。ということで食べよう、持って帰って食べよう。痛いな。じゃあちょっと料理して食べようかな。何やるかな、塩焼き焼こうか。刺身もいいけど、この上でカラッと魚のように焼いてみるか。無理やな、いつ以来だこれ。まずはこの巨大ザリガニ、通称伊勢海老を軽く水洗いしましょう。ちょっとこの頭の部分は味噌汁にしてもいいかもな。それはちょっと毒池に入れたから、なんかカナダモンみたいなのついてる。もうちょいかな、もうちょいかな、もうちょいかな。ちょっと火が強すぎたか、火をちょっと弱めて。こんなもんかな。うわ、ちょっと焦げちゃったか。これ裏面が焼けてないな、これ両面焼けじゃないのか、これ裏面焼けてないな。裏いっとこうか、裏面。もうそろそろいいかな。おお、うお、うわ、めちゃくちゃいい匂い。熱い熱い熱い、これは熱い。うわうわ、ちょっと塩コショウ味見なしで、なんだろう、あのこのまんまをいただこう。素材の味を、塩コショウとかであの味が死んじゃうんで、素材そのものの味、それをちょっと味わっていきましょう。うわ、伊勢海老の丸焼き、自分で作ったの初めて。うわうわ、痛い痛い痛い、うわっ、なんだこれ、なんだこれ、熱い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 、うわふう、刺身でも食えるんだけど、生きてたから。これじゃあちょっといただきます、いただきます。めちゃくちゃなんかバターみたいな味がするよ、濃厚な。これはうまいな、マジでうまい。いや、これは高いだけあってうまい。これちょっとあの買ってきたやつなんでね、ああいう池にはいないです。ドッキリでした今回はね、ドッキリだったんだけど、この巨大ザリガニイコール伊勢海老、やばいよ味が。うっ、このなんかね、焦げ目がまた美味しい の、 あの焦げた匂いで。うわー、じゃあこれちょっといただこうか。これうわ、この間ねロブスター食べたんですけどね、半年ぐらい前に、4ヶ月前か。ロブスターの10倍うまい。なんだろう、身にね
アミノ酸が詰まってる感じ。ロブスターはなんか大味な感じで、ロブスターも美味しいけど、伊勢海老は100倍うまい。ザリガニ食べたことないけど、でもザリガニもこんな味しそうだな。濃厚な。で、味付け一切してないのに、味ついてるよ。そこそこ。うまい。やばいってこれ。うますぎ。なあ、これ味噌汁にしたらうまいんだろうな、これ。これの味噌。おお。これ濃厚な。ちょっとここかぶりつくか。伊勢海老の頭。これはやばい。ちょっといただきます、ここ脳みその分。うん。めちゃめちゃうまい。あのこれ、ね、料理なんで一番おいしいは、あの調理法として、なんだろう、塩コショウとか何もいらない、何にもつけなくても素材そのものにすっごい濃厚な味があるの。ああ、素材をそのままいただく、それが本物の料理。下手に塩コショウいらない、味がめちゃくちゃおいしい。あ、これね、本当にね、ロブスターのね、30倍うまいわ。あのロブスターもね、新鮮な生きたロブスターだったんだよ。息のあるやつ、同じ状態で調理してるから。ああ、これ伊勢海老、完勝だわ。美味しすぎ。料理評論家としてね、いろんな魚、生き物を食べてきましたけど、これはちょっとうまいわ。ガチで。あのカニも美味しいよ。ワタリガニ、まあでもワタリガニと互角かな。ただちょっとこっちの方がね、ガブッと食い応えがあって、食べ応えがあって、いや、ワタリガニより伊勢海老かな、やっぱり。この焼いただけっていう、塩コショウ一切なしの生の、いただきます。うん、うわ、本当にね、伊勢海老をそのまま味わってる感じ。めちゃくちゃうまい。皆さんも伊勢海老ね、たまには食べてみたらどうでしょうか。ただこれハサミでやった方がいいのかな、ハサミでやった方がいいのかな。伊勢海老ってただ高いんだよね、ちょっとね。もっと伊勢海老を大量に、どん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 ね、伊勢海老の握り寿司とか食べたことないけど、これを寿司にしてもうまいかもな。刺身もうまいんだよ、うん、刺身もね、伊勢海老の刺身はね、めちゃめちゃ美味しい。そんじょそこらの味に負けないから。いただきます。うっ、この隙間にちょっとね、肉がしゃぶってほとんど食べたんだけど、これを鍋の中入れて味噌入れて、これを味噌汁にしちゃう。この残り殻で出汁出るから、それやろう後で。